してキーワード2つ目、王女イザヤと皇族クロト。はい、まあ、PV もご覧になったように、まあ、本作個性豊かなキャラクターが多数登場いたします。ご紹介していきましょう。はい、まず1人目、こちら白宮イザヤ、はい、こちらのヒロインですね、うんうん、ヒロインのイザヤです、うん、第一王女ですが戦艦いぶきの艦長でもあるとのこと。このイザヤちゃんはどんな性格なんですか？男勝りで、男勝り、なるほど、で暴力的で暴力的、そうそうそう、気が強くて、まあ、艦長といえば、まあ、それぐらい男気ないとやっていけないですもんね、うんうん、王女様で、で、まあ、ツンツンしてますね、基本。こう当初は黒髪設定だったっていう、そうそうそう、役なんですけども、黒髪だったけど、なんかあのイラストのしずきさんが、はい、なんか銀髪にしたいって言うから、余計っでもなんか逆にこう黒とと、こう、ついな感じで、いいですね、うん、銀髪、うん、軍服が黒いから、確かに確かに、うん、すごい銀髪の方がいいんじゃない、みたいな、めちゃくちゃ可愛い、足も好きだし、イラストもとっても素敵ですよね、こちら、初めてこうイラスト出来上がった時、見た時どうでした？やったって言ったもう歓喜でしたありがとう、ありがとう、やった、いやもうみんなこういうタイプの女性大好きですからね、私大好きです、もう挑発気の強い男気のある大好きでございます、こちらがイザヤさんでございます、まあ、続きまして黒のクロト、はい、主人公のクロトですね。皇族の冒険の血筋でイザヤと幼馴染ですが、ある事件がきっかけで敵国に亡命していたそうです。こちらのキャラクターは、まあ、結構こう立ち姿にも結構こう癖を感じると言いますか、あれですけれども、どのような設定性格なんですか？偉そうで、はい、自信にあふれてて、はい、自分にうっとりしてる感じのよくわかんない人。先生の今までの低いシリーズの主人公とは異なる点を意識したとお聞きしております、また今回はまあ超傲慢な俺様キャラを描きたかったとお聞きしておりますが、そうですそうです、こういうキャラが今回描きたかったんですね、なかなか描きたくて描き始めたけど、なんかね、性格が全然つかめなくて、どういう人なんだこの人って。それでボツがめちゃくちゃ出て、そうなんですね、自分で出したボツもあるし、湯浅さんから出た鬼のようなボツもあったし、はい、で結局ね、単行本 2冊分ぐらいのボツが出て、でその後やっと今の形にたどり着いたんだけど、湯浅さんから鬼のようなボツが来たのが、はい、でも結構その初期設定とか割と気になりますね、ほら皆さん結構ほらナルシストとか中二っぽいって言ってて、そうこういうキャラクターも大好きですよね、そうそう、はいはい、やっぱ来た来た、ここで強制終了、ね、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、なんかベルが鳴ってるそうですよ、はいはい、ちょっとね、まあ、というわけで、こちらが主人公のクロトでございます、まあ、その他の、ね、キャラクターも PV にも出ていましたのでご紹介していきたいと思います、続きまして風の宮リオ、こちらも、戦艦内スタッフで男子受けのいいキャラクターだそうですね。こちらのあれですね、画面、犬村先生側にいる髪の毛がこうちょっと茶色の女性ですね、こちらがリオでございます。はい、犬村先生側私こっちだから犬村先生側の女性っていう、ちょっと感じでやりました。分かりました、分かりました。はい、まあ、こちらのキャラクターの設定性格も教えていただいてよろしいですか？巨乳の、優しいお姉さん一番、なるほど、じゃイザヤとはちょっと対照的な、イザヤとは全然対照的な感じなんですね、そうですね、全然、巨乳ですって、まあ、皆さん、このキャラクターの見どころはどこですか？父です。その答えをお待ちしておりました。絶対におっしゃってくれると思った。あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、こちらのキャラクターが風宮リオちゃんでございます、続きまして戸隠美羽ちゃんです、こちらは忍者のような存在で隠密行動を取るそうです、はい、こちらのお客様も犬村先生の側の下にいる黒髪の、俺の股間あたりでございます。はいはい、かっこいいですね、眼光光ってますね、こちらのキャラクターはどんな感じなんですか？まあなんか無口な、無口で黙ってて、あんま喋んない、
お犬村先生じゃないですか、白くの俺みたいな結構じゃあ一番近い感じ、うん、俺に近いっていうとだいぶ語弊があるけどねまあ、うん、まあ、うん、まあ俺に近いかな知らない。ちなみにこのキャラクターの見どころはどこですか？まあ、リオちゃんもね、まあまあ、父って言ってましたけど、うんうん、あんまないけど、まあ、見どころがないっていうか、うん、まあこれから、あの3巻目以降ぐらいで、ちょっと1巻をちらって顔見せぐらいなんですけど、じゃあこれからどん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 出てくる予定、彼女のいいところがたくさん発掘されていく、うん、ということでございます、はい。まあ、このメンバーと伊吹の乗組員たちでガメリア合衆国と戦っていきます、うん、はい、はい。続きましてキーワード3つ目、楽しい館内生活というわけで、作中では館内生活も細かく描かれております。イザヤとリオは乗組員たちからアイドルのように扱われていると、うん、例えばどのようなアイドル扱いなんですか？なんだろう、あのね、あのね、あのね、電聖艦っていうやつがあるんですわ、はい、なるほど、こういう ラピュタで出てきた、ピンときました。そうそうそう、なんか電話じゃないけどみたいなやつですね。タコと機関室をつないで会話できる、はい、ようなやつ、はい、あれがね、普通の軍艦ってこう環境にずらーって並んでて、はい、艦内各所に通じているんですわ。なるほど。でいろんな部署の人たちと、まあ、そこを通じて話すんだけど、このリオちゃんがみんな頑張ろうねとか言うと、イエーイみたいなのが返ってくるっていう。なるほどなるほど。そんな軍艦ないんだけどあるわけないんだけど、乗組員とこうレスポンスするんですね。コール&レスポンスするんですね。バカだなって思いながら、これ多分ね、ミリタリー好きな人が読んだら激怒する可能性があるんで、はい、まあいいかって思ったちなみになんかこう朝の体操シーンっていうのもあるってお聞きしたんですけど、そこでも、うん、昔の軍艦って朝体操してたんですよ、みんな。そうなんですね。で、それはちゃんと生かして、うん、はい、ちゃんとリオとイザンも体操着て、あ、体操着、うん、体操着を着て、うん、けしからんですね。で、うん、そうそう、うん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 、で父を振り乱して踊るっていうそういう父好きです ね、 そうですね、本当ね。でもイザヤさんはないんですよね、うん、イザヤさんないですね。なるほど、そこの対象がまたよろしいというわけで、うん、はい、うん、艦内乗組員も生徒よりはなんか吹き溜まりのような場所ってお聞きしてるんですか？もともと従来装飛行駆逐艦って、はい、欠陥のある艦として、うんうん、ちょっと他の駆逐艦と一緒に行動できないんですね。そうなんですね。最高速度が遅いため変態運動ができないんですよ、はい、なんでちょっと外れもんっていうか、そういう系の、うんうん、他の艦でいじめられたり使えねえって言われたのが吹き溜まりのように集まってきて、うん、でリオとイザヤの下僕になってるっていう、うん、あれそういう感じなんですか？うん、そういう感じなんです。まあ、下僕ストーリーみたいな、下僕っていうか、まあ、大体、うん、忠実な。なるほどなるほど、中途に、うん、はい、ありがとうございます、うん。まあ、一方で改戦すると、まあ、団結して戦う、うん、そうですね、うん、団結力でもすごいんじゃないですか、やっぱこう、うん、ですか、イザヤとリオをこうアイドルかと、アイドルとして見てるってことは、うん、そうそう、うん、うん、団結力はあるよっていうか、あるよあるよっていうか、うん、ここはじゃあもう一巻でも結構感じていただける感じなんですか？うん、戦闘シーンが書きたくて、なるほどなるほど、書いた話なんで、うん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 、そこら辺になると途端にトーンが変わって真面目になっていくんですよね、うんうん、おー、なるほどなるほど。あのね、前からツイートでも散々言われてんだけど、はい、どうせ幼馴染が不幸になるっつうの散々言われてんの俺なるでも、うん、わざとじゃやってるわけじゃないんだけど、確かに言われてみれば、うん、書いた本全部幼馴染が、うん、ひどい目に遭ってるんだよね。だから、うん、今回2人も予知、うん、ひどい目に遭うのかなって、そうならないことを祈りつつ、うん、心配になってます、うん、心配です、ね、楽しみにしてみましょう、はい、まあ、あの戦艦の戦いと飛行機の空戦の違いの面白さって何かあるんですか？飛行機は機敏なのがビュンビュン飛び回って互いに、あと個人の戦いなんで、割とパイロットの内面とかで個人の活躍を描きやすいんですけど、艦隊はね集団だからなかなかね難しいんですよ。あの、うん、書いてみて分かった、うん、でもまたなんかちょっと違う感じ の、 そのみんなで団結していくんだけど、確かに確かに、死んでいく仲間とかもいて、その中で生き残って一致団結してっていうのはいいですね。これからももっともっと楽しみな展開が待っていることは、でも幼馴染だけはこうね、うん、福
考にならないことを祈って見ていきましょう、はい、というわけで、はい、ね、結構他のあれなんですけど、うん、もうなってしまって、うん、かつ先生のお時間もあっという間で、うんうん、いい今日長いでしょ、なんか言い足りない思いはありますか、うんうんはい、いや、特にこの後は何を飲まれるんですか、うんうん、いや、うん、何飲むんだろうねもう今日はね、いや先生最初にこう白札ともう全然喋れないから、うん、なんかもうダメだっておっしゃってたんですけど、うん、もうそんなことない、うん、いや全然前回とあんまり変わらない気もするんですけどそれはなんかもちろんお酒が入っていない分、うん、こう落ち着いてこう、うん、会話させていただいた感じはするんですけど、うん、でも全然白札でももう饒舌に喋っていただいて無理しとくからね普段ほとんど喋んないですよ。今2時間打ち合わせしてきたけど、はい、俺ほとんど喋んなかったからじゃあもうガガガチャンネルではもういっぱい喋ってください。だいぶ無理してます、はい、もう一生分喋ってください。いいですか、もう何か皆さんにぜひ最後に、うん、買ってね買ってねかがなくような声で先生、ちょっと前後してしまったんですけれども、はい、何かプレゼントをいただけないでしょうか。あ、うんうん、あげるすいません、ありがとうございます。これサインよね。あ、こちらですね、サインを今いただいちゃいたいと思います。はいはい、サインが可愛いんですよ。あ、可愛い、うん、今カバーコア精神にサインをいただいております。お、熊だ熊だ言われるんだけど犬やからなこれまあ確かに、うん、まあ、なんか犬のような熊のようなっていうというわけでこちらサイン入りカバー構成紙をいただきました。こちらですね、応募に必要なキーワードと応募方法は番組の最後に発表いたしますので最後までお見逃しなく。というわけで本当に先生いいですか、はい、最後にもう一回買ってねで決めましょう。閉めるんだきついね、うん、あプシー買ってねありがとうございました。以上本日のスペシャルでした